Merhaba Leyha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dunk'tan 6. video olan Generations ve Anthem'in ufak böyle bir konuşmalarını izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim mi izleyelim. Daha fazla Before Generations veya Anthem hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. まさか踊るとあの御殿の間に猟奇が入るいやむちゃくちゃ頼もしいあそういうプレッシャー一番弱いの弱い筋肉はとりあえずなんかちょっとこっち3人がおとなしいのかなおとなしいかなちょっとおとなしいかなどうですか実際今日はでも最近なんかエンティームになってから急にめっちゃ喋るようになりました、ね、オーディションのみんなと出会って、はいはいはい、接しやすくなるたびに、うん話したくなる。あーかわいい。できたったーじゃあ、じゃあ、じゃあ、そしたら、なんかこう、シャカ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 って聞こえる音して、なんか誰だろういるかなと思ったら、めちゃくちゃ爽やかな顔して歯磨いてるジョー君がいて、おはようございますめっちゃキャーンって、こんな漫画見たことない。漫画の世界見た。漫画だよ、もう。16階のカフェにやってまいりましたけど。いやとりあえずとりあえず乾杯乾杯とりあえず乾杯とりあえずまだしてないから乾杯乾杯乾杯チューズチューズチューズうまいうまいっすこれ日程さんのカフェのチューズありがとうございますデレやそして前回のボーリング企画で仲良くなったのがパフォーマンスがかっこいいありがとう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 チームボーリングヘイボーリングだってあれが初めて中学校の時に一回あそっかやったことあって塾に行く前に時間が空くから何しようかなと思って図書館の横にあるボーリング場があってすえボーリングない図書館の横にある場所あるじゃん絶対ボーリング行くでしょだから結構高くて値段が高くてボーリングってちょっとこう旧スポーツだなとボーリングってちょっとこう旧スポーツだね旧スポーツあのそしてダンクショーケースの企画を考えるチームダンサーズ寒い夏の日、まあ、ビーファーエンティームジェネさんの日とバリさんの日間でそれじゃあスポーツっぽいことやりましょうっていうののオーナーがまさかこんなに優勢になるとは確かにダンスはしたいっすよねそうっすよねはいみんなダンス上手い人揃ってるんで真剣に打ち合わせをする一方初めて買った CD なんですけども、はい、原くんはなんかそのアニメの多分 CD を買ったと思うんですけど詳しくはもう全然覚えてない、トライの方のシュントさんもうワンピースマスターですからマスターじゃねえマスターじゃねえしもう楽屋行ったらもう朝からもうワンピースカードゲームこうやってやってますよ最近やってないけどね最近は本当にやってんの今もやってる、流行ってんだよね今温めてる温めてんのそうどう温めてんのそれ2月に新しい診断のパックが出ハマってんじゃんハマってんじゃんハマってんじゃんハラくんの CD の CD の話でしたじゃあちょっとケイくん飛ばしてじゃあユーマくん一番共感できる共感できるでもエグザイルさんがやっぱり僕も好きで当時なかなか CD ショップで一人で行けない中学生の頃、はい、で家族で CD ショップに行った時にずっと憧れてたあの EXILE さんのベストアルバムを買いましたうわベストアルバムあれがいい太陽のやつうわ俺も持ってた持ってた共感してるえあのめっちゃこれエレアちっちゃくなのあれよねあのこれみんなめっちゃ見てたみんなわかるはずわかるわかるあれよかったしかもさあの時代ベストアルバムのさ楽曲さカラオケとかさうわ中学生の時とかさ履歴見たらもうずーっとエグザイル紹介る履歴はもう履歴で探さなくても履歴めっちゃわかるねそしてチームボーリングも初めてなんか買った CD とかはい聞いた音楽とかってある CD は買ったことないんですけど、うん、小学校1年生の時にスーパージュニアさんのヒストリーという Sorry, 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 ね、バージョン。小学校で友達と一緒に練習して踊った曲で。あの小学校の中学祭みたいな野菜作る中学祭みたいな。あった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 。それでなんか先生たちがあの組んだバンドがあって、そこにドラムがいないからって言われてこれやらされたんだよ。
すごいですね。そういうのは。俺もドラムやってたよ。お。やっぱり。元気？元気です。元気です。なんか楽しそうだね。まあまあ飲みなよ飲みなよ。様子を見に来たスカイハイ社長もトークに参加。学生の時に歌ったり踊ったりそういう学校でしたりしました。昔からお母さんが楽器を僕やらせてて、バイオリンとかギターとかやったことあるんですけど、全部忘れ、全部忘れました。おお。ゲームお互いのグループで改めてなんかこう聞きたいこととかありますか？あ、聞きたいこと。メンバーとの一番の思い出って何ですか？むずっ。オーディションはやっぱ大きい。あー、オーディションも大きい。まあ、オーディション自体がっていうより、オーディションから一緒に頑張ってきたから、デビューした後のなんかその7人のそのなんか姿勢というか、そのなんかこう密接具合というか、いや間違いないかもしれない、うん、いやそうだよね。そう、オーディションってなんか苦楽共にするからね。そうそう、多分さ、デビューした後にこのグループでやりますってなったらさ、時間がかかったりとか、うん、そうだろうね。それがなんかすごくいいメリットなのかなとは、うん、確かに。うりうりうり。そしてチームボーリングの元に、ワッツグーワッツグー、やばいやった、ワッツアップ。お疲れ様です。すいません。じゃあギャラよっちゃ。チームダンサーズが合流。デビューから10年を超えた中塚先輩に聞きたいことが。オンよな。波ってあります？チームの中めちゃくちゃあった。すげえ仲悪い時期もあったし、楽しかったはずのダンスがすごい楽しくないとか、なんかそういう時期もあったけど、結果今すごいやっぱ仲良くやってるし、腹をくくってなんかお互いの言いたいことを言い合うのってすごい大事だなって感じるんで、みんなぜひなんか隠さずというか、なんか自分をもっとメンバーにぶつけていった方が仲良くできるかなって思いますね。一方、両機御殿チームは相変わらず自由にトーク中。ニコ君とかなんか聞きたいこととかあります？ビーフォーゼさん、思ったようにあのみんなバレアで喋るのは確かに本当にうまいですね。なんか僕もあの喋るのは結構好きなんですけど、あまり得意じゃないです。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、違う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 、みんなそんな感じじゃない。ニコラス、あー、その感じ。ニコラスや、ダメ、悪いもん持ってない。チェックアップや、締めにくいな、あの人が持ってると。締めにくいな、なんか持ってます。締めにくい。めちゃくちゃ前でできた。めちゃくちゃ前。あ、ちょっとカメラ入っちゃ、あ、カメラ入ってますね。あ、はい。エリさん、カメラ入ってます。あ、もう。違う違う。ということで、スカイハイや。お聞き御殿もお楽しみに。お楽しみに。Tatlıydı, tatlıydı ya. Keyifliydi. Çocuklar bayağı eğleniyor. Çok mutlu oluyorum ya böyle olunca. Neyse abi, videonun sonu diyelim. Daha fazla Dark hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.